うん、気をつけてね、うん、おあすごいすごい綺麗、うん、ありがとう。でね、のりちゃん、あ、すごい、ね、綺麗な色。そうだね、うん、そっちもすごい綺麗だよ。本当だね、すごいな、ね、素敵だね。うわそっちすごいね、ね、すごいね、うわーって燃えてる。あ、でももうあっちゃう、火つけちゃおう。あすごいすごい、なんで、あ、落ちちゃった。こっちもやっちゃおう。綺麗だね、うん、綺麗だ。うわのりちゃん、うん、ありがとうね。あの人がいなくなってから寂しくってさ、うん、のりちゃんが毎年来てくれるからおばさん元気でいられるの。僕は小さい頃から綺麗で優しいおばさんのことが憧れだった。こんなに綺麗なおばさんが未亡人だなんてもったいないとずっと思っていた。どんなにおばのことが好きでも親戚という壁は越えることはできない。それでも僕はおばさんへの気持ちは変わらず、ネットから探した情報をもとに媚薬を作った。本当はこんなものを使ってもおばさんが自分を好きになるはずがない。ちゃんと分かっている。でもあら、のりちゃんいらっしゃい。おばさん久しぶり。久しぶりだね。また夏休みの間よろしくね。もちろん、こちらこそだよ。のりちゃんのために、うん、いっぱいごちそう作ったから。あ、本当。上がって上がって。じゃあお邪魔します。はい、どうぞ。うん、邪魔します。こんな手作りの媚薬なんて効果がないことは分かっている。それでも僕はおばさんを振り向かせたかった。あ、のりちゃん、お待たせしました。ありがとう。ごめんね。いや、全然。はい、どうぞ。お味噌汁ね。うわー好きでしょ。すごい好き、こういうの。うわ、ほんと豪華だね。ちょっとね、気合い入れすぎて作りすぎちゃった。いやすごい、でも嬉しい、こんな僕のために作ってくれて、うん、のりちゃんが来ると思ったら嬉しくて、つい。ほら、これ、覚えてる？あー、これ、好きなやつだ。のりちゃんが大好きな、お稲荷さん。しかもこれちょっと黒糖が入ってるやつじゃん。バレた。うん、え、めっちゃこれ好きなんだよね。ちっちゃい時から好きだったよね。もうこれ本当に好きなんだよ。やった。食べて食べて。ちょっとテンション上がる。え、じゃあいただきます。どうぞ。うわ先に行っちゃうね、それ。ってこれ好きなんだろう。嬉しい。おばさんが作ってくれる稲荷寿司、本当美味しい。よかった。うわ、うん、しみる。美味しくできた。あ、そういえば、のりちゃん、うん、大学水泳部だったよね。うん、そうだよ。
今夏休みだから、うん、練習とか大会とかないの？なんかねここだけちょっと最近、うん、みんなでね、うん、ちゃんと休もうっていうことで、ね、そうなんだ、うん、おばさんとのこの期間が終わったらまたみんなでまた始まるんだ合宿とかいろいろ行かなきゃいけない強化合宿ねいつものやつだねそうだから今すごい休めて、うん、そうなんだちゃんとリフレッシュしたいなって思ってきたんだゆっくりしててねありがとうでも本当普段から動き回ってたから筋肉痛でさ結構今もそうなんだ、うん、後でマッサージしてあげようか嬉しいあそういえば、うん、のりちゃんすっごいイケメンになってるからいやそんなことないよ周りの女の子がめちゃめちゃキャーキャー言ってるんじゃないのいや僕なんか全然だよなんかもっと周りでみんなブランド物とか買ってすごいなと思ってそうなんだでも全然顔がブランドだから何言ってんのおばちゃんの自慢の甥っ子なののりちゃんはそんなこと言われたら恥ずかしいなちょっとやきもち焼くかな女の子にキャーキャー言われてたらおばさんすごい僕のこと好きでいてくれるもんね大好きだよだっておしめとかも変えたしいやまあそれ今頃言われると恥ずかしいなまあそうだよねちっちゃい頃からだってお風呂も入ったしねちっちゃい頃は ねいっぱいお世話してくれてるもんねあそういえば、うんうん、もう今頃あれだよね夏休みだから就活の方もぼちぼち決まってる子いるよね、うん、まあね、うん、でも僕もとりあえずね面接とかいろいろ行って行ってるんだそう内内定ぐらいまでは、うん、すごいじゃない今もらえたりしてるすごい結構だからどうしたのうん、なんでもいいよだからもう大変だね大変なんだけどね、うん、いっぱいこれからもいろんな面接とか行って、うん、あ、そうなんだでも今時の就活って、うん、ネットのエントリーっていうので、うん、初めかなり落とされるんだよねそうだねでも大丈夫だよ、うん、結構それでもなんかちゃんと僕ちゃんと企画書とかまとめてうん、うまっこれももらおう今年の夏は本当に暑いわねえ、あ、そうだねあーもうダメだ暑すぎるごめん食事中なんだけどちょっと風に当たってくるねはいあー暑いうんを飲ませ続けた。すごい。おばさんの畑の野菜、すごい大きく育ってんね。うん、そうね。すごい汗。うん、なんか体が熱いっていうか。気温じゃなくて体の中からみたいな。そうなんだ。ほらこれ水分とかちゃんと取った方がいいよ。ありがとう、お姉ちゃん。
なんとなくマシになったような気がする。あの今日の夕飯とか、うん、俺がちゃんと作るから。え、そんなの悪いよ。だって遊びに来てくれてるのに、それ悪すぎるよ。よいしょ。おばさん、リンゴ切ってきたよ。ほら食べよ。うん。ほら、おいしい。でしょ。